パント派はメキシコミチョアカン州モレリア出身のプロサッカー選手。メキシコ代表。ポジションはディフェンダー。2007年からエステュディアンテステコスのユースチームでプレーを始め、2009年にトップ昇格。2009年4月のクラブアメリカ戦で82分から交代出場し、トップチームデビュー。試合には2から1で勝利した。2012年5月。 アペルトゥーラ2012を制覇したサントスラグナに移籍することが発表された。2015年6月、CD グアダラハラに移籍。2018年5月7日、リーガエスパニョーラのヘタフェ CF への移籍が発表された。8月20日、公式戦の出場がないままヘタフェとの契約を解除し、退団。 u 通例代からメキシコ代表に選出されており、コンカーカー冬マイナス20選手権2009、ロンドンオリンピックサッカー北、中米カリブ海予選などに、メキシコ代表の一員として参加した。2011年6月、ルイス・フェルナンド・テナ代表監督が、コパ・アメリカ2011に参加するメンバーの一人に、アラニスを選出した。しかし、アラニスは一試合も出場することなく、 大会を終えた。その後しばらく代表から遠ざかったが、テコス時代に指導を受けたミゲルエレーラが新監督に就任すると約3年ぶりにメキシコ代表に選出された。そして2014年9月のチリ戦で念願のメキシコ代表初キャップを記録した。ありがとうございます。